宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し独立戦争を挑んできた。巨大な人型兵器モビルスーツの開発に成功していたジオン公国軍は、開戦当初物量で優位に立っていた連邦軍を圧倒した。それに対し連邦軍もモビルスーツの開発に着手。やがてガンダムと呼ばれるモビルスーツと、その量産タイプであるジムが完成した。開戦から11ヶ月、オデッサ作戦での大勝により、地球上でのミリタリーバランスは連邦軍に傾いた。ここに至り、連邦軍は最終的な勝利をつかむために本格的なモビルスーツによる部隊を編成した。彼らの使命は、あらゆる状況下でのモビルスーツを使用した実戦データの収集であった。ユー・カジマ少尉、開戦直後からモビルスーツのパイロットとして訓練を受けてきた彼が、この部隊に配属されたのはオデッサ作戦から数日後のことであった。この時彼はまだ自分が大きな運命の波に飲み込まれてしまったことに気づいていなかった。少尉、今日からこの部隊の通信オペレーターになりました、モーリン北村伍長です。もうお分かりだと思いますが、もう一度本作戦について説明させていただきます。皆さんはこのままミディアで移動し、ポイント36で降下、そこから4時の方向に1キロ行ったところにあるジオン基地を攻撃してください。敵基地は防御用の統治下で守られていますので、十分注意してください。また本作戦はモビルスーツ同士の戦闘データの収集が目的です。基地を破壊させる前でも、敵モビルスーツを全機殲滅したら直ちに撤退してください。それではご分をお祈りしています。ミノフスキー粒子濃度62、これなら敵に気づかれずに接近できます。ほんじゃまあ、ぼちぼち行くとすっか。お先に行くぜ、優勝医。敵モビルスーツ部隊沈黙、あとはザコだけです。やれやれ、敵さんのザクなんかよりこのジムの方が高性能だとは分かっちゃいたが、実際戦ってみると、生きた心地がしのぐったぜ。俺は死ぬ時はベッドの上って決めてんだ。優勝医、お互い鉄の棺桶の中じゃ死にたくはねえよな。モビルスーツが2時の方向から出現、友軍を攻撃しながらこちらに接近してきます。ジムパイロットの皆さんは各機独自の判断で応戦してください。おいおい、勘弁してちょうだいよ。何なのよ、そのいい加減な命令は。来た、あれはジムじゃないか。なぜ早い、とても人間が操縦してるとは思えない。やるしかねっか。マシントラブルか。何にしても助かったぜ。危なかったな、ユウ。演習中のジムの各機パイロットに緊急命令です。あなた方がいるポイントより東方3キロの地点で、ギャロップを中核とする敵機動部隊を偵察中のディッシュ107が発見。フライマンタ隊により上空から爆撃を加えましたが、ギャロップの足を止めただけで破壊するには至りませんでした。
敵は護衛のモビルスーツを展開し必死にギャロップの修理を行っている模様。至急現場に向かい敵を殲滅してください。ったく、なんで俺たちがこんな後始末しなきゃなんねんだ。フィリップ少尉、文句言わないでください。これもモビルスーツ船のデータ収集のためなんですから。へえへえ。そういや勇者、あの青いやつの話聞いたかよ。どうもあれは連邦軍がジオンから亡命してきた博士に作らせたニュータイプ用の実験機だったらしいぜ。何ですかニュータイプって。知んねえよ。それにしても仲間を襲うた、やっぱ作ったやつはジオンだからなんだね。敵、索敵エリアに入りました。各機戦闘準備に入ってください。はいよ、お仕事お仕事。楽勝でしたね。当たり前だろう。このぐらいの敵に手こずるようじゃジムのありがたみがなくなっちまう。もっともお前みたいに俺やユウの後ろでこそこそやってればどんな戦いも楽勝だろうがよ。自分はそんなつもりじゃ。怒んなよ、ジョークだよジョーク。へえ、いいね海は。俺はコロニー育ちだからこういうのに憧れちゃうのよ。ま、これがバカンスならもっといいんだけどね。愚痴らないでください。この基地で今までの戦闘データを解析してもらい、ジムの整備も行う。部隊にとってこれも重要な任務ですよ。やだやだ、イコちゃんが言うよ。もう整備も終わりだろ。一応海まで泳ぎに行かねえかい。なんだ。整備中のジムの下記パイロットへ敵襲です。現在基地の兵士たちが応戦しています。整備の終わった機体から戦いに参加してください。また基地司令部よりエネルギープラントの防衛の要請が来ています。言うまでもありませんが、ここを破壊されると基地全体に被害が及びます。プラントの防衛を最優先にしながら敵を撃破してください。なりやがったな。へえ、やれやれ、なんとかこの場はしのいだみたいだな。きっと我々の活躍に基地の味方も大喜びですよ。バカ、モビルスーツ乗りってのはな、他の連中から見ればエリートなんだよ。こんなのはできて当たり前だと思ってる。もし喜んでいるとしたら技術や連中だけよ。それもな、勝ったことに喜んでるんじゃない、また新しい実践データが手に入ったことに対して喜んでるんだよ。敵の第三波接近。ジム各機へ、基地の戦力はさっきの戦いで消耗しています。迎撃に加わってください。消耗してるだって。さっきの敵だってほとんど俺たちが倒したんじゃねえかい。それを言うならユウ少尉が倒したんでしょ。うるさい、お前にそんなこと言われたくないわい。早く迎撃に向かってください。はいはい、モーリンちゃんの頼みじゃしょうがねえ。行くぞ。これで全部か。フィリップ少尉、まだです。12時の方向より第4波接近中。すごい、なんて速さ。ただものじゃない。ジオンのエースのご登場ってわけか。やれやれ、ユウ少尉、今日ほどお前が仲間で嬉しく思ったことはないぜ。ユウ少尉、ただのエースパイロットじゃないですね。そりゃそうさ、敵のエースを倒したんだ。ただのエースじゃねえ、トップクラスよ。
あの青いやつめ、いきなり撃ってくるとは。やはりクリスト博士を追ってきた者たちでしょうか。そんなことより今はどうやって基地まで戻るから。ユグには連絡したのか。墜落したミデアの回収に駆り出されたユー。彼がその墜落現場で見たものはあの青いモビルスーツだった。やがて現れるジオン軍のモビルスーツイフリート。やつは執拗に青いモビルスーツを付け狙う。敵との戦いの中でユーは逃れられぬ青き運命に取り込まれてしまう。次回、機動戦士ガンダムガイデン2、青を受け継ぐ者。君は青き死神と戦場をかける。宇宙世紀0079。地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し独立戦争を挑んできた。開戦当初、新型兵器モビルスーツを持つジオン軍に地球連邦軍は苦戦を強いられた。しかし開戦から11ヶ月、連邦軍もジムと呼ばれるモビルスーツの開発量産に成功。ここに至り連邦軍は最終的な勝利をつかむために本格的なモビルスーツによる部隊を編成した。彼らの使命はあらゆる状況下でのモビルスーツを使用した実戦データの収集であった。部隊のエースパイロットユー・カジマ、彼は作戦行動中に謎の青いモビルスーツと交戦することになった。全身を青く塗装されたその機体はなぜか仲間であるはずのジムタイプであった。有無を言わさずに攻撃してくる青いマシンに必死に応戦するユーたちの部隊。激戦の末敵を退けたユーだったが、青いマシンとユーの運命はそれで終わりではなかった。運命は再び青いマシンとユーを引き合わせるのだ。皆さんへ緊急任務です。ポイント47で極秘任務中のミディアがジオン偵察隊と接触、交戦状態となり、ミディアは敵の攻撃により被弾、付近に不時着した模様です。現在他の部隊も現場に向かっていますが、一番近い部隊は私たちの部隊です。味方の増援が到着するまでミディアを護衛してください。それから勇将尉、あなたには皆さんとは別行動を取ってもらいます。ミディアの積み荷を回収調査するため特殊ヘリが現場へ向かいます。そのヘリを護衛してください。それでは作戦の成功をお祈りしております。なんだなんだ、ユウ一人だけ特別扱いかよ。敵だ、まだ一機いるぞ。ユウ軍は全滅か。ありがたい、これで姿を隠す必要もなくなった。青き死神よ、このニムバス・シュターゼンがエグザムの名のもとに葬ってやる。連邦の増票ともどもな。無事か、あとは我々に任せろ。さすがにこれ以上はイフリートの期待が持たん。連邦の青二歳が邪魔しよって。次に会う時が貴様とブルーの最後だ。なんだ、あいつ。ブルーと似た動きをしていた。もしかして奴は。あ
新たに U の部隊に派遣された技術士官アルフ・カムラ。彼はミディアから回収された青いジム、ブルーのメカニックだった。そしてブルーのパイロットには U が指名される。謎のシステムエグザムを搭載したブルー、この死神の中で U は何を見ることになるのか。俺の名はアルフ・カムラ、技術士官だ。ミディアから回収したこいつはブルー・ディスティニー、俺はブルーと呼んでいる。あんたの腕を見込んでこいつを任せるぜ、ユー。こいつは俺にもよくわからんシステムエグザムを積んでいる。その分ジムとは比べられんほどの高性能だが、かなりのジャジャ馬でもある。しっかりと手綱を引き締めてくれ。ユー少尉、私から本作戦を説明いたします。現在フィリップ少尉とサマナ順位は他の部隊とともにカリフォルニアベースに進行中です。その支援のため少尉はエフエリアにあるジオン軍のミサイル基地を壊滅させてください。少尉も知っていると思いますが、このミサイル基地にたどり着くには強力な防御施設を突破しなくてはなりません。少尉にはその施設のモビルスーツを殲滅していただきます。また後続のミサイル基地攻略のための特殊工作隊ヘリを狙う対空砲を先行して破壊し、最後尾のヘリが通過するまで支援を行ってください。あなたとブルーでなくてはやり遂げられない任務です。頑張ってください。やるなあユー、もうそいつを手足のように扱ってるじゃないか。よし、これからが本番だぞ。防衛施設の突破に成功した U。 しかし敵はブルーが基地に突入する前にミサイルの発射体制に入ってしまう。これを止めるにはコントロール施設を破壊するしかない。ミサイル発射まであとわずか。果たして残された時間内に破壊することができるのか。タイムリミットの迫る中でブルーがその隠された本当の力を見せる。救命令です。敵がミサイルの発射体制に入ったようです。ユー、すぐに発射を阻止してください。ミサイルを発射されたら部隊のみんなが。コントロール施設は基地内に分散され複数あるようです。データによるとその数は全部で5機。その全てを破壊してください。時間がありません。急いでください。俺だ、アルフだ。ユー、ブルーに搭載されたエグザムシステムは一定時間だけ機体の性能を大幅に上げることができる。今からそれを使え。それしかこの作戦を成功させる方法はないぞ。 U、 俺だ、アルフだ。よくやってくれた。お前ならやってくれると思っていたぜ。これからも貴重なデータをたんまり頼むぜ。さすがですね、優勝員。本当にすごいです。ミサイル発射の阻止に成功した U。 しかしそれはエグザムというシステムを積んだ機体とパイロットである U の精神力を限界まで酷使してやっと成し得た勝利だった。そんな U とブルーに非常にも新たな命令が下る。カリフォルニアベースで戦う U 軍と共に敵の掃討作戦に参加しろというのだ。 U とブルーに休息の時はない。新たな作戦指示が出ました。 U、 このまま南に移動し
カリフォルニアベースの掃討作戦に参加してください。ジオン軍のミサイル基地の破壊により背後の脅威を取り除かれ、友軍はかなり有利に戦いを進めています。今回は楽な戦いだと思いますよ。頑張ってくださいね、ユウ。ユウ、この前の赤い肩が出やがって、そっちに向かってるぞ。天より舞い降りし、もう一機の青きマシン、イフリート。その両肩は、敵の返り血を浴びたように真紅に染まっている。ジオンの誇り高き騎士、ニムバスの狩るこの死神に、ユーのブルーが対峙したとき、お互いのマシンに共鳴現象が起こる。深くうなりを上げる二機のマシン。エグザムという同じ魂を持つ者同士の、宿命の戦いが始まる。見つけたぞ、連邦の青いモビルスーツ。どうやらエグザムを扱えるパイロットが乗っているらしいな。よし、私とお前どちらが真にエグザムに認められた騎士か、勝負をつけようではないか。シーンの性能差か。しかし、なあ、エグザムを積んだ頭をやられちまった。データが、ゲームには勝者と敗者を決めるためのルールがある。しかし本当の戦いにはそんなルールはない。あるのはただ一つの真実のみ。戦いが終わって生きている者が勝者で、死んでしまった者が敗者だ。エグザム同士の戦いで共にそのマシンは破壊された。しかしパイロットは、ニンバス隊、よくぞご無事で。しかし、大事なイフリートとエグザムを失ってしまった。それですか。実は諜報部より連邦のエグザム研究所を発見者との連絡がありました。何？連邦のエグザムモビルスーツ1機とクルスト博士も確認されています。ついに見つけたぞ、クルスト。首を洗って待っていろよ。連邦軍のエグザム研究所を襲撃し、ブルー2号機を奪取するニムバス。残された3号機に乗り、それを追うユー。エグザムをめぐる熾烈な戦いが繰り返される中で、やがて戦いの舞台は宇宙へと移っていく。次回、機動戦士ガンダムガイデン3、裁かれし者。君は青き死神と戦場をかける。宇宙世紀0079。地球から最も遠い宇宙都市サイド3は、ジオン公国を名乗り地球連邦政府に対し独立戦争を挑んできた。開戦から11ヶ月、連邦軍はジオン軍に遅れを取っていたモビルスーツの実戦でのノウハウを収集するための部隊を編成した。部隊のエースパイロットユウ・カジマ、彼はある事件をきっかけに最新実験機のパイロットとなる。その実験機は通称ブルー。このモビルスーツにはジオン軍のニュータイプ研究所から亡命してきたクルスト・モーゼス博士が開発した
謎のシステムエグザムが搭載されていた。そしてエグザムに引きつけられるように現れるジオンのニムバス・シュターゼンとその愛機イフリート・カイ、この機体にもまたエグザムシステムが搭載されていたのだ。激戦の末ニムバスのイフリートを撃破したユウだったが、ブルーもまたエグザムシステムの組み込まれた頭部を破壊されてしまい、システムを搭載した2体のモビルスーツは共に消滅した。しかしエグザムをめぐる戦いはこれで終わりではなかった。ユウ、こいつがブルーの3号機だ。前の1号機はエグザムを搭載した頭部を吹き飛ばされてもう使い物にならん。これが連邦に残された最後のエグザムだ。壊すんじゃないぞ。もう一つお前に言っておくことがある。それもとびっきり悪い話だ。連邦のエグザム研究施設がジオンの特殊部隊に襲われた。システムの開発者であるクルスト博士は殺され、研究所は完全に破壊されたそうだ。おそらくあの赤い肩のモビルスーツに乗っていたやつの仕業だ。そしてブルーの2号機が敵に奪われてしまった。幸いこの3号機は襲撃前に運び出されていたからよかったが。お話の途中ですが、本部からの緊急命令です。今お話に出ていたブルー2号機の所在が判明しました。敵は奪ったブルーを宇宙へ持ち出すためシャトル基地に運び込んだ模様です。交代中の敵部隊の中に飛び込むことになりますが、宇宙に運び出される前に何としても2号機を奪取もしくは破壊してください。大変です。この基地にシャトルはもうありません。格納庫は空です。間に合わなかったか。シャトル基地にすでにブルー2号機の姿はなかった。ユウたちは2号機の行方を探るため敵基地に残されたデータを調べる。しかしそこに基地奪還を狙うジオンの残党部隊が襲撃してきた。退路を断たれたユウたちの部隊は襲い来る敵を退け2号機の手がかりをつかむことができるのか。この基地に急速に接近してくる敵部隊があります。おそらく宇宙に出るために集まった敵残存部隊だと思われます。ユウ、俺と校長でこの基地のコンピューターに潜入して2号機の行き先を調べる。それまで接近中の敵の相手をしてやってくれ。それからデータがあると思われるこれらの施設を破壊されないように注意しろ。わかったな。ユウ、フィリップ少尉とサマナ順位は先ほどの戦闘でジムを破壊されたために基地に残されていたザクで出ます。マーカーの設定は味方のものに変えてありますが、間違えて攻撃しないようにしてください。難しい任務かもしれませんが頑張って。始めるぞ五章。はい、ありました。2号機の行き先が分かりました。よし、一度基地に戻って俺たちも空へ上がろうぞ。ああ空か、懐かしいね。2号機の行く先を突き止めたユウたちは地球の重力から解き放たれ、ブルー2号機そして宿敵ニムバスの待つコロニーへと向かう。そこはエグザムの誕生した場所。エグザムをめぐる戦いの中で今閉ざされたパンドラの箱が開けられようとしている。ジオン軍基地に残されていたデータをもとに空に上がったユウたち。目的の場所は
廃棄コロニーの中に隠されたエグザム実験場。ここがクルスト博士が実験に使っていたコロニーか。おそらく中には俺も知らんようなエグザムに関するデータがたんまりあるに違いない。よし、俺とユーで中に潜入してくる。あとのシャトルの護衛は頼んだぞ、少尉、順位。破壊されたら帰れないからな。頼んだぞって、ジムもないのにどうしたらいいんですか。ジムはみんな星1号作戦に駆り出されてるからな。確かこの船にはボールがあったはずだ。あれに乗れ。そんな、ザクの次はボールかよ。やってらんねえな。ユー、気をつけてね。私待ってるから。行くぞユー。アルフ様、お気をつけて。おかわいそうに、アルフちゃんはおまけかい。クルストの作ったエグザムには謎が多すぎる。通常システムは 50% しか機能していない。システムを 100% 使用すると暴走するからだ。だがその暴走もどうもあらかじめ仕組まれた節がある。俺の整備した1号機3号機には暴走を止めるリミッターがつけてある。おかげで短時間ならシステムを 100% 使用できるわけだ。しかし U、奪われた2号機にはそれがない。2号機が暴走に入ると機体やパイロットの安全など考えずに戦いを挑んでくるぞ。3号機は破壊されんでくれよ。俺はこのままデータを探しに中枢ブロックに潜入する。ユウ、お前はせいぜい派手に暴れてくれ。ユウ、俺はとんでもないことを知ってしまった。クルストはエグザムを使って恐ろしいことを計画していたんだ。敵コンピュータからエグザムのデータを手に入れたアルフ。彼はクルスト博士がエグザムを使って真に成そうとしていた計画に戦慄する。アルフ、そしてユーの前で開かれたエグザムという名のパンドラの箱。飛び出した恐怖の計画を退け、ユーは箱の中に残された希望をつかみ取ることができるのか。ユー、クルストは高い戦闘能力を持つニュータイプだ。やがて人類と敵対する存在になると考えた。だからエグザムシステムを開発したんだ。エグザムは一人のニュータイプの少女の精神パターンをコピーすることによって生み出され、高い戦闘力を発揮するシステムになった。しかしエグザムは大きな問題も抱えている。一旦ニュータイプの精神波に反応したエグザムは暴走状態となり、敵味方関係なく襲いかかる死神となるんだ。暴走さえ抑えられればこれほど優れたシステムはないはずだ。こいつを再びジオンで研究されると厄介なことになる。ユウ、2号機を倒し、ここにある施設を破壊して全てのデータを抹消するんだ。クルストが死んでもこちらは3号機があれば研究を継続できる。変だな、逃げる気がないみたいだ。ユウ、悔しいがブルー相手にボールじゃ話にならねえ。すまねえが、ここはお前に任せるぜ。ついに全ての決着がつく時が来た。同じエグザムを積んだモビルスーツに乗った二人の騎士が己の全てをかけて対決する。果たしてどちらが真に裁くもので、どちらが裁かれるものなのか。
エグザムに封じられた勝利の女神はどちらに微笑みかけるのだろうか。こちらはなんとかなります。ユウ、この戦いにピリオドを打って。まずいぞユウ。エグザムマシン同士で戦うとお互いに相手をニュータイプと認識してシステムが作動しちまう。そうなったら暴走状態になれる敵の2号機に対してリミッターのついた3号機では不利だ。連邦のパイロット、こんなところまで追ってきてくれるとは感謝の言葉もない。同じマシン同士、どちらが本当にエグザムに認められたものか、ここで決着をつけてやる。勝負だ。なぜだ、なぜエグザムに選ばれた騎士である私が連邦の増票ごときに遅れを取らねばならんのだ。このままでは死なん。お前も一緒に来てもらうぞ。助けて。宇宙世紀00801月1日、宇宙要塞ア・バオア空での最終決戦に敗北したジオン軍は連邦軍の提示した終戦協定にサイン。ここに一年戦争は終結を見た。公式の記録によると、ユーはコロニーでの事件で死亡。フィリップ、サマナたち事務部隊のメンバーもア・バオア空の最終決戦で全員が戦死した。そして青き死神にまつわる事件を覚えている者ももう誰もいない。